ナンバーアンダーラインイ初公演の涙と完成ファンとの絆が明らかに白い衣装が輝いた瞬間ナンバーアンダーラインアイ有明ア,イア,イア,リア,アリーナ初公演の裏側東京の夏が始まろうとしていたその日有明ア,ア,アリーナは興奮と期待に包まれていましたアイドルグループナンバーアンダーラインアイの初めての単独公演が行われるとあって 会場周辺には早朝から多くのファンが集まり、その熱気はまるでお祭りのようでした。彼らのこれまでの道のりは決して平坦ではなく、多くの試練を乗り越えてきたからこそ、この初公演はメンバーにとってもファンにとっても特別な意味を持っていました。東京ドームとは対照的に、今回の有明アリーナではナンバーアンダーラインアイが白い衣装を選びました。 ステージで輝くく彼らを見てくださいファンの声援を受けて歌い始めると会場全体が歓声を上げ一緒に踊りアイドルをステージで見れる期待の瞬間に胸が高鳴りましたファンたちは会場を待ちながらそれぞれの思いを胸に過ごしていましたナンバーアンダーラインアイの初単独公演「本当におめでとうございます」「これからもずっと応援します」と語るファンや この日を迎えられて嬉しいです。3人が無事に公演を終えられますように、と感謝の気持ちを述べるファンもいました。彼らの言葉からは、ナンバーアンダーラインアイへの深い愛情と応援の気持ちが伝わってきます。いよいよ公演が始まると、会場は熱気と歓声に包まれました。オープニング曲から全力で歌い踊るナンバーアンダーラインアイの姿に、観客は完全に魅了されました。 リーダーの翔くんは力強いダンスと歌唱力で観客を引きつけ、岸くんはその端正なルックスと優しい声でファンを魅了しました。そして、神くんは持ち前の明るさとパワフルなパフォーマンスで会場全体を一つにまとめ上げました。この日の公演は、ただのエンターテインメントではなく、彼らの努力の結晶であり、ファンとの絆を確かめ合う場でもありました。 公演中には特別なサプライズも用意されていました。七夕の夜に行われた再会のエピソードを振り返り、メンバーがそれぞれ感謝の気持ちを述べる場面では、観客席からすすり泣きが聞こえました。この瞬間、メンバーとファンとの間には言葉では表せない深い絆が存在していることが感じられました。あるファンは今日の公演を見て、 本当に彼らがが努力ししてきたた。ことが伝わりました涙が止まりませんでしたと感動を語りまた別のファンは彼らのパフォーマンスを見て私も頑張ろうという気持ちになりましたと自分自身の励みになったと話していました雨が降りしきる中会場へ向かうファンたちは足元に気をつけながらもその足取りには期待と興奮があふれていました 雨が強くなってるので行かれる肩足元を注意してくださいね、というメッセージが SNS で広まり、多くのファンが互いに安全を気遣う様子も見られました。このように、ナンバーアンダーラインアイのファンたちは単なる観客以上の存在であり、彼ら自身が一つのコミュニティを形成していました。公演終了後、SNS には感謝と感動のコメントが溢れました。 今日の公演、最高でした。メンバーの皆さん、本当にありがとう。次回の公演が待ち遠しいです。これからもずっと応援します、といったコメントが多数寄せられ、ナンバーアンダーライン I の公演が多くの人々の心に深く刻まれたことが伺えました。また、この公演の成功は、メンバーにとっても大きな自信となりました。 翔くんはインタビューで初の単独公演ということで緊張もありましたがファンの皆さんのおかげで無事に終えることができました。これからももっと成長していきたいですと語り、岸くんもファンの皆さんの応援が本当に力になりました。次のステージも楽しみにしていてくださいと感謝の気持ちを述べました。神くんもみんなで一緒に楽しめたことが何より嬉しかったです。 これからもよろしくお願いしますとファンへの感謝を忘れませんでしたこのようにナンバーアンダーラインアイの初単独公演は大成功を収めましたしかしこれは彼らの旅の始まりに過ぎませんこれからも新たな挑戦が待ち受けていますが彼らなら必ず乗り越えていけるでしょうそしてその背後には常に応援し続けるファンの存在があります ファンとの絆があれば、どんな困難も乗り越えていけると信じています。今回の講演を通じて、私たちは改めてエンターテインメントの力を実感しました。音楽やダンスを通じて人々を感動させ、希望を与えることができるということ。これからもナンバーアンダーラインアイの活動を追いかけ、彼らの成長とともに私たちも成長していきたいと思います。 この記事を読んでいる皆さんに問いたいです。あなたにとってエンターテインメントとは何でしょうかそしてナンバーアンダーラインアイのようなアーティストがあなたにとってどのような存在でしょうかぜひその答えを考えてみてください。それが私たちがこれからの未来を共に作り上げていくための一歩になるかもしれません。公園の興奮が冷めやらぬ中、 ファンはそれぞれの方法で余韻を楽しんでいました SNS には続々と写真や感想が投稿され「ハッシュタグ、ハッシュタグナンバーリングアンダーラインデイイチ」がトレンド入りするなどファンコミュニティの結束力の強さが改めて感じられましたファン同士の交流も活発で公園で会った人たちと一緒に写真を撮りました 素敵な思い出になりました。初めて会った人と一緒に応援できて嬉しかった。といったコメントが多数見られました。彼らの活動は、ただのパフォーマンスに止まらず、人々をつなげる大きな力を持っていることを実感しました。公演の成功は、メンバーだけでなくスタッフや関係者の尽力も大きかったです。ステージ設営や音響、照明のスタッフが一丸となり、 最高のパフォーマンスを支えるたために働きました特に照明スタッフの一人は彼らのパフォーマンスに合った照明演出を考えるのは大変でしたがファンの皆さんの反応を見て苦労が報われましたと語っていましたこのように舞台裏で支える多くの人々の努力があってこそ今回の成功があったのですさて ナンバーアンダーラインアイの物語はここから新たな章を迎えます彼らのこれからの挑戦と成長を私たちファンは共に見守り応援し続けることが求められます新たな挑戦が待ち受けているとしても彼らなら必ず乗り越えていけると信じています彼らの背後には常に支え続けるファンの存在があるからです ファンとの絆はどんな困難も乗り越える力を与えてくれます。ナンバー・アンダーライン・アイの成長は私たちの成長でもあります。彼らの音楽やパフォーマンスを通じて私たちもまた新たな希望と勇気を得ることができるのです。ナンバー・アンダーライン・アイのメンバーがその才能と努力でどのようにして今の地位を築いてきたのか、その道のりを振り返ると、 彼らの成功の背後には計り知れない努力と献身があったことがわかります。彼らは決して諦めず、自分たちの夢を追い続けてきました。時には困難に直面し、挫折を経験することもあったでしょう。しかし、彼らはその度に立ち上がり、新たな挑戦を受け入れました。ファンとの絆が深まる瞬間は、彼らにとっても大きな励みとなります。 ファンからの声援やメッセージは彼らの心に直接届き次のステージへの絵エネルギーとなります公演中に感じたファンの熱気や声援は彼らにとって何よりの支えですファンが彼らの成長を見守り共に喜び合うことで彼らのパフォーマンスはより一層輝きを増しますこれからもナンバーアンダーラインアイは新たなステージに挑み続けることでしょう 彼らの旅はまだ始まったばかりであり、その道のりには多くの挑戦と喜びが待っています。彼らがどのように成長し、どのような音楽を届けてくれるのか、その未来を見守ることは、ファンにとっても大きな楽しみです。私たちは彼らの歩みを支え、共にその瞬間を楽しむことができるのです。